ありがとうマシュマロ、休まないよマシュマロ、ありがとう。みんなにと相談しようと思って、どうしようね本当に。こんばんはマシュマロ、ありがとう。マジどうしよう。そう、こんばんは皆様、皆さんどうしよう。ありがとう、思いを届け、ハートとかもいっぱいありがとうね。ブログに書いてみる？私ごときが書いていいのかな。なんか、どうしよう。喜ぶかな。だって私より仲いい方たちがまだ書いてなかったらさ、なんかもう私正直あんまり喋ったことないから、その K2 の方も書いてないのに私が書くのはどうなんだろうともちょっと思って悩み中。大丈夫かな。そっか、じゃあ下書いてみようかな。やばいよね。まあでもさ、その期間的にね、まあ11年だからさ、アンダーね、こんにちは、おんぶありがとう。そっか、切な、そういう話がまだ出てきてないですね。そうだね、あん、村香さんってなんかあれなかったっけ、舞台じゃないか、あれは舞台ですか。もしありがとう。手紙か。そっか、ラジオね。まずブログ、確かにまずブログだよね。だるまありがとう。で、なんかさ、新しくさ、あれは舞台じゃないんですか？新しいやつ。ちかこさんと、ルカさんのやつ。ハートありがとう、星ありがとう。ハートありがとう。朗読劇か、こんばんは。ハートありがとう、ハートありがとう。ね、FC ギフのイベントだね明日。バラありがとう。
いいな、明日会ってきましたって、いいな。とつるなら付き合う。とつらないよ。これじゃあな。ハートありがとう。プライベート。今日も可愛いね、ありがとう。かきれなだ。明日行けます。いいな。なんだね。はい、そうだね。マシュマロありがとう。あとのバッテリーみたいなやつもありがとうございます。ありがとうね。 Z 所属なら確かに。どうし、わかんない。劇場見に行っちゃいけないかわかんないけど、生誕祭とか、最終最後の公演とか、はマネージャーさんに聞いてみようかなっていう。心配だってありがとう、かきれなぴょん。ありがとう、すごくいいと思う。ありがとう。明日元気だし、ありがとう。ありがとう。なんか冬っぴさんさ、見てたら泣けてきたよ、この間。今日のやつ。ね、直撃食らった。ね、劇場見るべきだね。あれ、最後の ありがとうございましたってやつも、あ、なんだっけ、公演終わった後のありがとうございましたってやつ、伊藤美希さんも泣いてましたよね。ありがとうマシュマロ。なんか。ルカさんのこと好きな二人が隣にいて、おー、すごい見てて素敵でしたね。マシュマロありがとうございます。なんかなんとなくね、多分、こんばんは、はじめましてね。やだね。去年の年末に牛の卒業公演で抱きました。キュンキュンラブリー、こんばんは。まあそうですね。まあまだあと3ヶ月あるけど。こんばんは。岐阜の先輩が一人いなくなってしまうということは、しかも SKE の中でもかなりのやっぱりビジュアルの持ち主なので、ルカさん、ありがとう。ルナナありがとうございます。ロッキー欲しいな。そう、卒業発表しちゃった。そうですね。
ゆかさんみたいになりたいので、ダンスも綺麗に踊れるようになって、顔も可愛いアイドルになりたいと思います。ゆかさん、ん？何って書いてギフトね、さっ、うん、あとありがとう、うん、そうそうそう、あ、マシュマロありがとうございます。いや、なんだろう、もう SKE のビジュアル面って言われるくらいのビジュアルになりたいと思います。それを目指そうと思います。マジマロありがとうございますね。共演芸能界残るのかな、それとも引退なのかな、あれですか、12期のビジュアル担当でもないですよ私は。なんかで、うん、本当にね、吊るさないと、いや、だいとね、おい、ほんと一緒に出させてもらう、な、頼んでも頼んでどうにかなるものなのかしら。二度目の方もありがとうございます。岐阜のそんな継ぐのにはまだ早いです。残るとね、こんばんは、おこがましい気がしちゃう、岐阜のお花とか名乗るの。ハートありがとうございます。なんだこれは、ありがとう、このギフト青いやつ、星ありがとう、音波ありがとう。そうだね、だから花受かったのかな、名前が花だから受かったのかな、岐阜県の。願いは叶わないよ確かに、試しに行ってみようか。ありがとう、あみちゃん、またありがとう。ギフトは行ってみます。そうだよ、岐阜の花って狭いから声出していこう。はじめまして、ハートありがとうございます。だから受かったのかな、ふふふ、鬼金見方ね、びっくりだよね。卒業しちゃうんだな、アイドルって卒業するんですね。いやね、みんなも悲しいよね、悲しい、悲しい趣味ですね本当に。これは楽しいけど悲しい、すごいさ、そう、なんかアイドル好きなのはさ、私もそうだけどさ、まだその始めたばっかの子とかはもうちょっとは安心できるけど、一緒にいれば一緒にいるほど不安になるんですね。花さんの釘で機会、ほんと何回も経験してる、わかる、私も何回も経験してる。一時期私が好きになった子すぐ卒業発表するって時期あって、メンタル死んでました。 3,4 回連続で卒業されました。本当にびっくりしちゃった、すごいよね11年も SKE。 私11年いたら30歳、
ね、推しの卒業つらいよね。本当になんかだって私好きになって1年ぐらい推し1年か2年ぐらい推してたら卒業して、次新しい推しをその前向きになるために探してその子をそうってなって1週間ぐらいで卒業発表されちゃって、でしかもその時に一押し二押しって決めてたんだけど、二人同時に卒業発表みたいな、辛いよ本当に。やだ。それでさ、私が好きになったからかな、そんなことはないか、あ、どうもありがとうございます。なんかだからね、あんまり普段は好きにアイドルを好きになっても長くいる人とかは押さないようにしてるんだけど、でもルカさんはさ、やっぱルカさんだから可愛いから、可愛くて好きだから、そう、できるだけ後輩のところから好きになってくんですよね。まだ卒業の心配がない。2年味わってない、マジ？こんにちは、ななん。そうだね、確かに。だってもうあれだよね、私入ってるからもう勝ちだよね。勝ちっていうか入ってるから、 SK にいるからさ、思い出作りやすいはず。あ、やめないよ、んな、まだやめないですよ。ずっとなりたくてなった職業だから。ね、そうだね、嫌な話。あ、まあそれはそうだよね、ファイト、ありがとうね、勝ちだよね、意味考えられない。あ、そうだよね、もう方針ですよ、方針。なんかどうしようねってなる、どうしようってなります。確かに、確かに気は抜かないように、確かにね、大丈夫、頑張るので。また見れることもあるよね。そうだよね、まだ2回くらいしか お話ししたことないです、ルカさん。いや怖いよね、花から近づくしかない。でも普段も全然会えないから、どうす、本当に会えないんですよね、本当に会えなくて、結構ガチで会えなくて、事務所とかでも全然会わない。なんで一応も会えないまま鈴木、そうなんだ、研究生好きな人はそういうものなんだ。5人の推しの卒業、私は何人かな、まあ、言うて私は4人くらい、ちょっとしか10年もしてないのにね。全体コンとかね、本当に研究生本当わかんない。でも12期はそんなあんまいないから大丈夫だよ、そんな。心残りない、ハートありがとうね。やっぱね、話せずに、そうだね、確かに。それこそあの K2 のライブの時に言われましたね、ウユピさんに、ルカさんは壁が熱いって。ルカさんの推しの卒業みたいに、でもいつまでも小顔がいい、それはそうだね。1位以外は順位意味なし、何の順位、
あーわわわ、まあでもいいです、まだ生誕祭もあるから。メンバーが忙しい、ヘラヘラフラフラしてます。あららららら、音符ありがとう。確かに別れじゃなくて新しい、確かにね。いや寂しいは寂しいよね。アンダーチャンス、アンダー出れるかな。あみちゃんありがとう。なんかすごく私めっちゃいい、うん、なんだろう、なんかもっと前からあれです、ちゃんとなんかスクールとか通ってダンスとかやっとけばよかったなって思ってる今、いろんなことをそのやって、やっぱみんなとスピードが違う。マシュマロありがとうございます。若干ブルー、そうだね、永遠に憧れってこと。うん、そう、マシュマロありがとう。なんかねめっちゃいい、うん、まあそうね、今はバキバキ、確かに先輩全員バキバキだね。うん、すごい考えすぎて躊躇、確かにそれはそうかも。でもやっぱりそうだな、考えすぎるは考えすぎるかも。じゃあなんかなんて言うんだろう、あ、おお、こんばんは。確かにね、ハチありがとう。歌唱もだってなんかみんなうまいって言ってくれるけど、うん、なんだろう、万華鏡にたまたま慣れたからそうやって目立てるけど、万華鏡にココハがいたりみゆちゃんがいても多分みんなうまく、うまい、うん、うまいって言ってもらえるの嬉しいけど、ココハとかみゆちゃんも多分、うん、なんだろう、でもありがとう、本能で動いても、本能、なんか、うん、いやネガティブだよね、よくないね。ありがとうございます。個性、個性、個性、フォローありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。なんかありがとう。ダメだね、なんか本当に今日なんかネガティブですね。やっぱり推しの卒業があるとですね、うんって感じ。30分に終わろう。わかるよ、花もそう思うよ。飽きるな。
自己肯定感上げなきゃ。今日卒業発表ルカさんがした時にちょうど友達出身にいたのね。だからよかった。なんか家に帰ってきて、で帰り道も一人で、その時が急に実感した。マシュマロありがとう。はい、前向きます。明日同期に会って元気を出します。なんか一人で X とか見てたら、あ、本当に卒業、卒業かって。綺麗だ、ありがとう。寂しい。寂しいですね。でもこれさ、あと3ヶ月で思い出作ったら余計に悲しくなっちゃうかもしれない。顔むくんじゃうよって。ありがとう。かけるのラジオの時確かにそんなこと考えてたら何もできないね。かけらのラジオってあれでしょ、マキコさんとのやつの時でしょ。確かにどちらにしよう、悲しい、それはそう。顔やばくないよ、大丈夫だ。思い出大事だね。そうだね。じゃあ終わったらかぎるのあれ見よ。確かに3ヶ月あるのはありがたいね。2度目の本番ありがとうございます。絶対にブログにルカさんとの写真を載せるので3ヶ月以内に撮って。頑張る、頑張るよ。見ないでやっぱり。ふう、頑張るね。確かに1ヶ月だったら積んでたね。3ヶ月だ。うん、うん、分かった。明日ブログ書く。じゃあちょっと一旦誕生日見ます。13位オオカミとサツマイモありがとう。12位黒猫ありがとう。めっちゃここやだ。
11位リラックマありがとう。10位平成ありがとう。9位テニスボールありがとう。8位クロミちゃんありがとう。7位メロンパイヌありがとう。6位カメラ持った男の子ありがとう。5位カニサワさんのアイコンの方ありがとう。4位可愛い女の子ありがとう。3位パンダありがとう。2位アマビエありがとう。1位ケモヒヨコありがとう。ありがとう。あの方はいつでも大好き。ありがとう。ありがとう。こっきりなぴょん。ね、本当にそうだね。頑張ろう。花は卒業しないから、みんなは安心して。それでは今日はおやすみなさい、皆さん。とメールが来るはず。また明日ね。待ったな。バイバーイ。おやすみ。バイバイ。またね。バイバーイ。バイバーイ。またな。またなー。